で、ここをね、乗り切るために、えっ、ー、と、えっ、ー、と、今話した、だから、熟年離婚で10年生き延びるためのコツとしてね、別にそんな法則でもないけど、3つって言って、1つは、だから、もう、自分の過去の成功体験っていうのが、成功じゃなかったと、純粋に認めること。で、もう1つは、えっ、ー、と、マイナスではなくて、 ゼロだとからここもそうであのいないってことはだから埋めようとしててももう埋まらないのでだからそれマイナスと,と捉えなくてないって考えるってことねだからこれいや自分の親友が言ってたことなんだけどね人間ってほらあのあと他のところでも語ってるけどあの,あのヘ,トロヘテロたるべき 圧力と戦うでも語ってるけど別に彼女いないとか彼氏いないとか結婚してないとかそれってマイナスじゃないんだよねだからあるっていうのが1だとしたら0に過ぎなくてマイナスではないんだよねだからそんなネガティブに考える必要なくてもうそれ持ってない自分を認めるしかないっていうかね、うん、まあ その後ね、離婚したら、まあ心理学の本とかめちゃくちゃ読んでね、なん自分の荒探しとかね、するんだよね。まあ自分もめちゃくちゃいろんな本を書いてるんだけれども、あのー、ね、なんで別れたんだろうと、自分がやっぱりすごいドミナントなのかなとか、支配的なのかなとか、あ自分とかがなんか結構嫉妬深いとか、ひがみっぽいので、それがやっぱり女性に対して、 不安を与えるのかなとか、そういう、なんていうのね。なんか、すごい自分が悪いも存在だと思って、自分の犯人探しをね、自分の心の中にこういう闇があるから、ここがダメだったんだろうなって、なんかもうそういうことばっかり考えてね、夜眠れないとか、いわゆるベッドの中でそんな本読んでたら、それ眠れなくなると思うんだけど、でもそんなこと言い出したらさ、ちっと深いとかさ、 まあこういうこととかもね、あの、別れた女性たち、多くの別れた、多くのって言ったらあれだけども、あなたはそういうところがあるからみたいなところで、ああ、それがダメだから彼女がいないのかとか、まあ女性だったらそれ、あの、あれになる、うん、彼氏がいないのかって思うかもしれないけど、別にマイナス。それってなぜ成り立つかっていうと、マイナスだと。 彼女ががいいないってことがマイナスマイナスには理由があってなんでマイナスになってるかっていう理由があるそれがひ,た、えー、ひがみっぽさだとか嫉妬深さだとか情に,もろうん情に薄いところだとかまあ何でも言えると思うんですよサ,サ,サディストであるとか管理監視欲があるとかでそれ一回ね名付けられたらねそのパラドックスにね捉えられるんですよねで実際それを言ってるやつがそういうあの あのー、その後別れてから付き合った女性とかうんだから結構その40代から50代の間の女性とかってやっぱそういうことに対してよく言うんだけど実際そういう批判をしてくるやつがそれにとらわれてるっていうケースが結構多いのねだからもって思うんですよなんかうん哲学的にも多分この話ってあるかもあると思うんだけども問題設定をしてる人っていうのがその問題設定の実は われすぎているあなたは嫉妬深いから、うんまあ、確かに自分は嫉妬深いかもしれない、えー、でも嫉妬深いから私が複数の男性と付き合ってもなんて許さないのとかなんかまあビッチの発想だと思うけどそんな女性とかにいたりするわけよ、うん、でもそれ嫉妬深いかどうかっていうところが問題じゃなくてその なんていうのたった一人の男性とちゃんと向き合えない彼女の問題なんですよね。まあ、そんなこと言ったらなん,かなんかすごいなんかその彼女のせいにしすぎかもしれないけど、まあ、付き合った女性の一人なんですけど嫉妬深いと。あのでかなんかね2人だけのデートかなと思ったら勝手に他の女男とか連れてくんのね。でそれはいや普通にムッとすんじゃん。だったら その前になんか、こっちにもキスしないでほしいし、なんかまあなんていうの、そういうパートナーみたいな関係にならないでほしいし、それなのに、そういうのを与えておいて、なんつうの、他の男性とか、て,てか、それができないんだったら、そう言うべきで、そういうのも言わないで、なんか、騙しし口のようにね、あなたは嫉妬深いが。でも、それ単純に試してるんですよね、その彼女。あの、なんていうのかな。 モルモットのように試して人の心を持て遊んでる実はもっと嫉妬深く支配的なやつだと思って別れたんですけど、うん、なんかねだから何が言いたいか何が言いたかったのかっていうと要するにあの自分責めちゃダメですよあのマイナスでもないんだから彼女がいないとか彼氏がいないとかで心の中に何かすごい原因があって それがが自分の中にすごい罠があってでもねそれ直せないからねはっきり言って持ったものだしだったら別にそれ悪いものとして捉えられなくて悪いものもあるような自分ということをだから認めて認めるしかなくてそういう自分は欠点も持ってると、うん、でそういうことになりがちなパターンもあると。 でもだからといってその自分を嫌いになったり自分を責めたり自分の,その心の闇を治すために徹夜でそういうなんかネガティブな文章ばかり読んで自己批判したりしても治らないものは治らないわけだからうん諦めてそういう環境とは付き合わないそういう女性そういうことを言う女性とは付き合わないそういうことを言う人とは付き合わないっていう。 のが正解だと思うんですよね実際そんな全部の自分ね自分の個性でもあるわけじゃんそういう悪いところとかも。でそれなくして生きてどうすんのとかね。であとそんな自分にとって不快な感じを与えるような人っていうのはね私のていうそういう人はその相手のことをそんなに大事と思ってないんだから。 うん、それこそマイナスに捉えられるよりかはゼロの方がいいもうそれはパートナーじゃないパートナーが1だとしたらあのじゃないってことはゼロだよなたまたまなかったってないねって話なのね可能性なかったパートナーになる器じゃなかったっていうかね存在やなかったとあなたにたまたま会わなかった 私には合わない人だ。ということでもうそこは「さようなら」っていうのが正解だと思いました。はい。っていうねあ何がひたかったかっていうとマイナスじゃないと。うん、たまたまないっていうことを素直に認める。うん、このことでどっから開いた穴っていうのがねと付き合えるようになるんですよね。